どうも皆さん、工藤でございます。今回はですね、月曜日の、朝ということで、軽くちょっと雑談ねできればいいかなと思ってます。そうですね、今日からまたね月曜日が始まって、私も今日は午後からですからね。午前中はね、時間あるっちゃあるんですけど、午後からお仕事が入ってたりするので、はい、お仕事頑張っていこうかなと思っております。で、昨日かな、昨日がねちょっとドタバタしてて結構忙しかったですね。お休みはお休みなんですけど、ゲーム配信ちょっとねお休みさせてもらって、クドラジでも言いましたけど、とある声のお仕事のねトライアル課題に取り組まなきゃいけないということで、午前中の10時くらいですかね、10時半かな、ちょっとアニメ見たりもしてたんで、10時半くらいから、約1時間ちょっとくらいかけて、トライアル課題の収録をね、やりましたよ。幸いにして家にね誰もいなかったので、ごめんなさい、ちょっと喉が鳴っちゃった。幸いにしてね家に誰もいなかったので、叫んだりしてもね迷惑かけないからまだ良かったんですけど、私ね一人で家に住んでるわけじゃないので、家族がいることも結構多くて、その中でね一応部屋にはいますけど、私の声がね漏れてるんですよ、他の部屋にね、やっぱり。なのでちょっと私がねこう叫んだり喋ったり歌ったりしてるのが聞かれたりするのがねちょっと恥ずかしかったんで、幸いにしてねいなかったんでよかったかなとは思うんですけど、昨日結局どれぐらい撮ったんだろう。課題としてはね一応5つのパターンがあって、どう言えばいいのかな、ちょっとあんまり厳密には言うのはねちょっと避けますけど、動画を見て、台本もあって、でそれに合わせてその動画を見てその参考に、台本見ながら喋るっていうものがあと5つあって、でそれぞれでそのナレーションだけのものもあれば、セリフが入っているものもあって、あと歌だけのものもあってっていう感じでね、全部でね、7つぐらい撮ったのかな。7つ。課題としては5つなんですけど、そのうち2つが、セリフとナレーションがね、2つ入っているものがあって、その場合は別々に撮らなきゃいけないということで、7つ収録しました。ほぼほぼナレーションなんですけどね。ナレーションが5つ。いや、違う、4つだわ。4つ。で、1つが歌なんですよ。歌。歌ね。私多分皆さんに歌歌ってるところは多分聞かせたことないと思うんですけど、鼻歌歌ったりねちょっと軽く口ずさんだりしたことはあると思うんですが、歌ってみたとかはねやったことないので、音痴ではないとは思うんですけど、わからん。昔はねカラオケとかもよく大学時代は行ってましたけど、最近はカラオケもね全然行ってないですし、最近全然歌ってないので、どうなのかなと思いますけど、別にその、アーティストになるための、歌手になるための、オーディションとかってわけじゃないので、別にあまり気張らずにね、ちょっと楽しく歌わせていただいて収録しました。で、一つが歌。で、残り二つがセリフっていう感じで収録しました。で、前もね、その、声のお仕事の課題で、やってね大変だったんですけど、その何て言うのかな、私別に声優の養成所通ってたわけでもないですし、演技が上手いわけでも全然ないので、何て言うのかな、特にセリフかな、セリフと歌ね、ナレーションはね別にそのナレーションを侮ってるわけではないんですけど、文章をこう読めばいいというか、それなりにな感じになるんですけど、やっぱねセリフっ
ていうのはそのキャラクターになりきらなきゃいけないっていうのもあって、なかなか難しいですね。うん、一応男女その OK っていうことで、そのなんていうの、女性のキャラクターも入ってるんですよ。はい。で、やってもいいっていうことではあるんですけど、まあ私声の性質上、そのやっぱ高い女性の声を出すのはちょっと厳しい、うん、かなというのもあって、ちょっとね、撮ってはみたんだけど、だいぶ気持ち悪い感じになっちゃって、うん、自分がね、その演技をしてる、セリフを喋ってるものを収録して聞くのは、なかなか慣れてないので、ちょっとなんか気持ち悪さがありましたね。うわ、気持ち悪いな、この声、みたいな。うん、あって、結構セリフと、あ、歌は、うん、歌もまあ大変だったかな、うん、セリフも大変でしたけど、歌もね、やっぱ歌収録して、まあその後ね編集したんですけど、歌収録して編集するっていうのはなかなか、大変でございました。うん、初めての体験だったかもしれないね、歌収録して、うん、編集するっていう、まあ、結構ちょっと初めての体験だったので、はい、刺激にはなりましたけど、まあそんな感じで7つ収録して、で、午前中に収録は済ませて、で編集はちょっと後にしようと、うん、家族がね、帰ってこられて、後でその叫ぶシーンとか撮らなきゃいけないってなった時に嫌じゃないですか、さっきも言ったけどね、うん、まあ、なのでとりあえずもう撮れるものはもう先に撮ってしまってから、編集はまあ後でいいやと、ということで、後に回したんですよね。で、昨日は、声のお仕事とは別の、また別のお仕事の、その、まあ、面談がね、はい、夕方に入っていたので、まあ、その面談を、済ませました。約1時間ぐらいですね。うん。まあ、こちらも、まあ、もうちょっとしてから、ね、ちょっと詳細を話そうかなと思うんですけど、1時間ね、ちょっとお話しさせていただいて、で、その後かな。うん、その後、1時間半ぐらいかけて、編集をね、はい、やって、で、なんとか提出できましたという感じです。ちなみに7つね、収録したんですけど、ナレーション4つ、歌1つ、そしてセリフ2つっていうね、感じで、7つ収録したんですが、1つセリフ、送るのやめました。はい、さっきも言ったけど、ちょっと自分で聞いててちょっと気持ち悪すぎたので、いやちょっとやだなこれと思って、うん、収録はしたんだけど、その、ね、男女の掛け合いのね、作品というかだったんで、まあ男女両方私がやったんですよ、うん、まあ男の方もねちょっと違和感すぎたんだけど、まあ、特にやっぱ女性側の方はちょっとわけわかんなくなっちゃって、うん、俺どこに向かって行ってるんだろうみたいなね、うん、風になってしまって、ちょっと何が良くて何が悪いのかが私ではちょっと判断つかなくて、編集のしようがなかったのでちょっと諦めました。それに関しては収録したんですけどね、はい、収録したんですけど諦めて、でセリフもう一つのやつもあったんですが、まあ、そちらは分量もそんなに多くなかったし、そんなに難しいセリフでもなかったので、一応ね編集はして、まあ、提出はしました、はい、ですので7つ収録したんだけど、まあ、編集にあたってから、6つに、ちょっとね1個減らして提出したという感じです。はい、まあ、そんな感じで、昨日はねちょっと仕事の面談があったり、まあ、あと、トライアル課題に取り組んだりね。はい。まあ、いろいろ、ちょっとね、忙しかったんですけど、まあ、ひとまずでも、昨日でなんとか提出できたんで、まあ、結果はね、いつだったかな。締め切りがその24、まあ、今週の金曜日なんですけど、まあ、そこから、11月末 ?30 日だったかなとかになんか、まあ、審査というか、があるとかないとかっていう話もなんかあったようななかったようなだいぶ曖昧な記憶なんですけど、うん、っていうことなんで、まあ結果が出るのもねもうちょっと先かなと思いますんでね、まあ気長に待ちたいなと思っております。はい、
というわけで、まあ、今週はね、そこまで忙しくないかな。うん。まあ、さっきも言いましたけど、今日も仕事あって、で、明日も仕事あって、で、明後日も一応仕事があって、で、木曜日はみんなの休みだよね。祝日だもんね。何の日だ？何の日なんだ？今週の木曜日は何の日で休みなんだ？ちょっと待って。なんだっけな。祝日ですよね、確かね。今週は勤労感謝の日。はい。ということで、まあ、働けることに感謝する日ですね。働けることに感謝しながら休むっていう、ちょっとよくわからない日ですけど、はい。まあ、一応私もお休みですので、ゲームやろうかなとは思ってます。で、金曜日は多分またお仕事があるんじゃないかなとは思ってますけど、はい。まあ、土日は、まあ、これといって、うん、することないかな。まあ、昨日受けた、その、面談の、まあ、続きというか、次の段階がね、まだあるので、もしかしたらそれを今週やるかもしれないし、ちょっとまた来週になるかもしれないんで、はい、いつになるかわからないですけど、はい。まあ、でも、トライアル課題が終わったのが、ちょっと、気持ち的にはちょっと楽かな。なんか、ああ、トライアル課題が終わった、っていうね。はい。てなわけで、まあちょっと今週は少しのんびりね、やっていこうかなと思っております。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。